ティス様。お？ノクティス様はルナ・フレーナ様と結婚するの嫌だった？ルナ・フレーナ様はすごく喜んでたよ。ドレスが届いた時もニコニコして、ノクティス様のこと大好きだったよ。そうか、ありがとな。かつてレギスは聖石に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブライに来て変化した。レギスも寂しめだったノクティスも、カンナギとしてではない、大きな力があなたにはある。私はカンナギである以外に特別な力など持ってはいません。ただ本当は婚約のお話をとても嬉しく思いました。ノクティス様にもう一度お会いできるかもしれない、それが本当に少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから。持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。ルナ・フレーナ様、ご迷惑かもって言ってたの？そんなことないよね。あ、ないよ。